はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザです。本日はですね、ゼノーフマナフ撃滅戦の武器、攻撃力プラス通常上限実際使うのパチパチパチということで、見ていきましょう。まあ、最初に説明すると、土属性ってゼノーフマナフのことの源泉が特にやっぱ必要っていう風に言われてるんですよね、現状。というのも、すごい強い武器が、すごい強いキャラ編成があって、それが、まあ、このナルメア採用型のゴリラプラスコクキリンっていう編成ですね。まあ、ゴリラを召喚して追撃つけて、まあ、ナルメアの1、3アビ、2プラトンっていうのを、こう、コクキリンで回すっていう編成なんだけど、それがすごいそのパワーを持ってて、土属性の中でもその1体系を築いてるんですよね。で、まあ、他の属性だったらそういうことってあんまりないから、まあ、土属性は特にですね、属性、ゴリラ、コクキリンって属性じゃないですか。だから、まあ、EX 鉱人の中で、EX 鉱人枠の採用として、ゼノオフの武器っていうのが採用されがちだったんですよ。で、まあそんな状況の中で EX スキル付きの EX 鉱人ゼノオフの撃滅戦武器が来たっていうことで、厳選は必要だよねっていうふうに言われてたんですが、まあその中でもね、2つ必要って言われてたんだよね。渾身3、まあこれ攻撃力一番高くなる武器ですね。渾身3で、攻撃力通常上限ですね。攻撃力通常上限っていうのがありまして、まあこれは通常攻撃のダメ上限を上げるから、まあナルメアの3ガビに合わせるといいんじゃないみたいな感じに言われてたんですよ。うん、でなんだけど、攻撃力一番上がるのって渾身なんだよね。でゴリラコクキリンって火力マジできついの火力マジできついんですよね。めちゃくちゃきつい。だって属性で、しかももう一個の属性が属性攻撃力アップ 50% なのね、コクキリンっていう。50%。めちゃくちゃ厳しいんだよな。ということで、まあ、ちょっと火力的に問題ないんか大丈夫なんっていうところも込みで、ちょっと今回はお試ししてみたいなと思っております。はい。で、まあ、今回使う編成が、まあ、比較するのが、この最高点の名言。これが渾身3なんですよね。で、もう一個が、ちょっと俺ごめん、サボっちゃった。通常上限アップ、攻撃力アップってのがこれなんだよね。ラストシャフレバル4凸なんだよな。なんだけど、まあ今回試すのがトライアル。トライアルって防御値低いんだよな。ちょっと防御力低い。まあ古戦場とかと比較すると、敵の防御力考えたら、もう明らかにここでトライアルでラストシャフレバルでもいいから、減衰出せないと。みんなが通常上限出てるね、上限アップ生きてるね、わーい、みんな幸せ、ハッピーぐらいになってないと、ハッピージャムジャム最高踊ろうよぐらいになってないと、実用に耐えんと思ってる、俺は。なんで、まあちょっと今回は、自分の妥協の言い訳をさせてもらいながら、試してみたいなと思ってます。よろしくお願いします。じゃあまず渾身行こうか。渾身行こう。まあ、どんぐらいのダメ出んのかっていう話なんだけど、今回はオールドボクシン攻撃してこないから渾身も大丈夫。うん、まあ、動きとしては、まあ、知らない方もいるかもしれないから一応説明しておくと、1アビ、3アビ。まあ、ファスティバはフリー枠かな。前回の古戦場はでもファスティバ採用されてたんですよね。前回の古戦場をファスティバ採用されてたんで、まあ、それにのっとってファスティバ採用するんですけど、まあ、これで攻撃。まあちょっと連撃がね、ブレるんで、連撃でブレるところもあるんで、そのあたりはちょっとまた喋っていきましょう。で、マンモス召喚、1、3アビ、2プラ殴る。これで1ターン目ですね。大体ダメやね。6800万ぐらいだったかな。前回トライアルで殴った時は、6800万、6700万ぐらいかな。ナルメアの通常攻撃247万です。覚えておくわ。247万。ここから 1% 上がったら強いですよね。6700万ですね。で、まあ、1% 上がったら、まあ、そこら辺、さすがに200万出た中で 1% 上がってしまえば、まあ、パワー的には2万上がるわけで、まあ、無視できる数字でもないかな。無視できる数字じゃなくなることもあるかな、っていう感じのパワーはありますよね。で、まあ、これで、コクキリンを召喚して、ナルメア1、3、2プラ殴りっていうのをもう一度使い回すよっていうのがこの編成ですね。で、大体ダメージ的には 1.4 億ぐらいかな。1.4 億、1.35 億か。今ので 1.35 億。まあ。1.35 億。まあ、ここら辺、古戦場の 95Hz であれば討伐狙えるよぐらいの感じなんですが、まあ、じゃあちょっとここからね、通常上限アップ入れてみましょうか。うん。
まあ246万247万だったよな。まあそこから、1% 上がったら2万上がるわけだから、よいしょ、いきましょう。動きとしては、ゴリラ召喚、1アビ3アビ、123アビ、ミゼラブルミスト殴ると。まあでもね、この編成が土属性はかなり一大事業を築き上げてるからまああのファスティバを抜いてアナザーサンダルフォンとか、まあ他にはそのあミゼラブルミスト入ってるよね。防御力減少、防御力減少で、バンも召喚、うん、まあそこら辺でこの編成はやっぱ無視できないところはありますよね。2プラトン、ここ大事よ。247、お伸びてる、249になってる。おーおお、やっぱ2万伸びてますね。ってことは減衰出てるという考えじゃないですか。ということは減衰は出てるので、まあ、ダメージ的には伸びてますね。よいしょ、13アビ2プラ殴り、まあトライアルであればいけてる、いけてそうやね。トライアルであれば問題なさそう。なるほど、あ、じゃあちょっと琴の通常上限とか適用した方が、あ、違うわ、琴の通常上限とかを狙ってった方がいいよっていう風に言われることもありそうですね。お、めちゃくちゃ伸びるね。まあでもこれさすがに連撃運ありますね。136から147になるのはちょっと嘘28、14、18、28、14、18、だからまあこれやっぱ連撃系でね、連撃系でマキラとファスティバが連撃してるから、まあその分でちょっとダメージが増えてるんで、まあただちょっとナルメアのダメが7500万、1101100万10万円、7500万からの7700万、あ、200万、1101100万10万円、200万伸びてるのか。まあ200万はさすがに伸びんけどね。一発2万でしょ、通常攻撃3アビで一発2万ってことは、まあ6万かける2プラトン12万、24万、2ターンで24万伸びたとして、まあそこから追撃が乗って、まあ24万っていうと4、50万ぐらいかな。だいたいダメ的には50万ぐらい伸びるっていう話だな。まあ通常攻撃が減衰になって、減衰に届いているっていうのであれば、まあそんな、この通常条件が生きることもあるんだけど、まあ、さっきも言ったように敵の防御値とか、まあ、そこら辺考えると、渾身の方がいいんじゃねってなることは多分あると思います。まあ渾身の方が攻撃力 1% だよね。5だっけ、 2% 高いのかな、うん、渾身3だと5かな、4かな、4か5なんだよね。なんだけど攻撃力アップって最大 3.5 なんですよ。そう、攻撃力アップは最大 3.5 になってて、でまあそこからもう通常上ダメ上限の厳選もしなきゃいけない。渾身3って渾身3を厳選すれば終わりだよね。攻撃力アップって攻撃力アップと通常上限アップの厳選をしなきゃいけないので、まあ、そのあたり考えると攻撃力妥協したけど通常ダメ上限高いよって人もいるだろうし、攻撃力最高だけど通常ダメ上限低めだよっていう人もいるだろうし、そのあたりって一概に言えないと思うんですよね。なんだけど、まあ何にせよね、上限届いてれば届くっていう話ですが、まあトライアルは大丈夫だったわ。上限届くなら上限アップが意味あるなんてのは分かってる話で、ただじゃあ敵の防御値的にどうなのっていう話であれば、まあトライアルは大丈夫だったけど、まあ古戦場で見るとね、ちょっと微妙ラインかな。ただ古戦場で見るラインで言うと、俺ことがね、こと持ってこなきゃいけないんだよな。まあ言うて俺の場合はだけど、俺はね、法廷になってんだよ。俺はこっちになってるからね、ちょっとあんまりいいかなっていう感じで捨てちゃった。うん、まあ誤差ではあると思うんで、渾身でもいいと思いますけどね。渾身でいいような気がしますけど、まあぶっちゃけ、ここに関してこの話をするのであれば、めちゃくちゃぶっちゃけて言うと、あの、クオン入ってるかどうかも差になってくるよね。だからクオンの指輪を入れてると攻撃力が上がってダメ上限が上がるじゃないですか。攻撃力別枠 10% 上がりつつダメ上限 5% 上がってるんで、火力にクオンの指輪入れてるとゆとりがあったりもするんだよねだからまあクオンの指輪が入ってるんだったら俺は減衰届いてるよってことにもなるだろうし、このあたりはガチ微妙ラインですね。減衰届くか届かないかっていう話になってるから、うん、
なんで、まあそのあたり考えると、まあ諸説って感じかな。はい、ということで、まあ法典の差にもよって武器編成も変わるかもしれないし、まあ久遠の差によって変わるかもしれないし、敵の動きによって変わるかもしれないし、例えばだけどサラーサを入れるかどうかってのもあるからね。サラーサって3アビ使うと HP 犠牲にしちゃうから渾身が腐るんですよ。そうとなるとサラーサの火力を求めるなら渾身よりも、まあ、特にサラーサなんてもう減衰出ないからね、60万とかになっちゃうから渾身入れてしまうときついとなると攻撃力欲しいんですよ。これユグケンの攻撃力とか、ゼノコトの攻撃力とかにしておかないとサラーサの3アビ使用した際の確定 TA 追撃パワーっていう時のその通常火力が普段100万とか出るのね。100万とか出るんだけど60万ぐらいしか出ないっていうのがあるんだよな。そうゴリラコッキリンはなぜなら火力をかなりその永遠拒絶の盾ごとの渾身とあと一語一振りの渾身に頼り切ってるから、サラーサ採用するのであれば渾身よりも攻撃力だろうとか、まあそのあたりでね本当にいろいろ変わってくる、状況によって変わってくるんで諸説すぎるけど、まあトライアルだったら厳正だわという話でございました。はい、そんな感じだな。まあ蓋を開けてみんと分かんないな、ここに関しては。諸説またお会いしましょう。ブッ。